はい、こんにちは。お疲れ様です。中山さんのね、株の投資報告が思いのほか大受けするんでね、調子に乗って月1じゃなくて、もっと頻繁にしてもらった方がいいんじゃないかって。まあ、株ってのも値動きも激しいですし、7月も日本株も42,000突破したと思ったらいきなり色々あって叩き落とされて今4万円も割れちゃいましたけど、どうよ、その後の調子。まあ、結論から言うと、思いっきり食らってる。結構食らってて、はい。1ヶ月で報告する予定だったので、はい、こっから満開するぞっていう感じだったんですけど、まあちょっと現時点ではかなり食らっております。どれぐらい食らったんですか？かなりっていうか、まあもう数字からお話しすると、前回の報告で話したのがプラス6万円っていう。108だけど手数料2万負けてて、アメリカ株の謎のマイナス2万円は、よく見たらちゃんと手数料だったってアホみたいなはい、オチだったんですけど、オチだったわけですけど、まああとそのプラス8万円だったんですけど含み損2万円だったんで、6万円って報告させて、106万円は今どうなったんですか？含み損含め、はい、101万3,000円になってます。ああ、ギリギリまだプラスだけど、うっかり113万いきましたとかって言ってた分はほとんど吹っ飛ばして、行ってこいまで戻ってきても、本人近くなってますね。なんでこんなことが起きたのかっていう、はい、お話をすると、あれから僕はやはりサンリオだなってこう思ったんですよね。あと、楽天銀行。はい、やっぱりこの2銘柄に集中しようっていうふうに思ってたんですけど。なんで集中しようってまず思うの？でもサンリオ基本的に割と綺麗に上がったままじゃないですか。全然崩れてなくない？これチャートで見る限り。なんか1日マイナス100円とかなった時に、僕は毎回そこで損切りしてて、これさ、損切るようなチャートじゃないと思いますよ。どれぐらいの時間軸で入るかだけど、デイトレだったらまあそういう損切りもありえるのかもしれないけど、基本的に俺このチャート見てさ、必ずだから持ち越さないって決めてやってるんですよ、自分のポリシーとして。デイでやったね、スイングですね、5時間軸でいうと。そうだとしたときに、これ買うときに損切りラインを決めるのがいいとして、その損切りラインをなぜここに損切りのポイントを置くのかってことをどういうふうに自分で判断してます？マイナス100円になったら。なんでマイナス100円って必ずマイナス100円なの？嫌だからです。いや、それは負けるわ。どこに損切りのラインを置くかってことはめちゃくちゃ大事なんですよ。ただ損切りすればいいって思ってたんですけど。全然違う。損切りは損切るべき時に損切ればいいんだけど、損切るべき時じゃないのに損切るのは当たり前だけど、その後の上昇チャンスを逃すことがあるからダメなんですよ。ここまでは耐えるべきだけど、ここから先は逃げるっていう、ここまでは踏ん張る、ここから先は見切るっていう、それをなんとなく100円とかも一番ダメだよね。まさにサンリオではそれが起きていて、本当に綺麗にこう入った後すぐマイナスになるっていうことが3回ぐらい続いて、サンリオだけのマイナス3万円あれから。それはどう見ても損切りがやっぱ若干早すぎると思うけど、でもまあ悪いことじゃなくて、ほとんどの個人投資家って損切りできなくて損してる人の方が多いから、損切ること自体が自分にとって慣れるという意味ではいいんだけど、それはどっちかってやっぱ明らかに早すぎると思う。まあ人間って結局さ、タイミングが早すぎる、タイミングが遅すぎるとかっていうのをちょっとずつチューニングしていってぴったんこ当てていくしかないし、今楽天銀行とサンリオに注力って言ったけど、2銘柄は少なすぎると思う。これもね、持ちポジションとか金額とか時間軸とか、いろんな要素があるからあれなんだけど、2銘柄っていうのは集中しすぎで、株の付き合いは、その異性との付き合いみたいにね、こっちが生きずに思ったから向こうが答えてくれるとか、そういうもんじゃないんですよ、別に。ある程度集中すべきなのはいいとしても、2は少なすぎるな。俺は最低やっぱ常に3はあった方がいいと思う。そうじゃないと、2だと、しかも今みたいに1年後にまあ3倍ってのか、それも勝手に君が自分で掲げたハードルだけど、それで時間軸を持ってこうやって報告しなきゃいけないと思って2銘柄しか見てると、待つべき時に待てないのよ。で、これ3とか4とか、俺のおすすめは最低3銘柄なんだけど、3、4、5銘柄、ポジションとして具体的に持つのは7、8銘柄ぐらいまでにして、ただ、ウォッチとしては10から20ぐらい見る。基本的な予備知識、この会社はこういうビジネスモデルでとか、こういった時にこの株が上がるはずだとか、その仮説は自分の中でも10名から20名から持ってんだけど、それに対して具体的な株価として、いつエントリーすべきかっていうのは、その20名ぐらいから見ていって、いい感じのやつをピックアップして、チュイッと入って、同時にポジションを取ってるのは、集中しすぎた場合でも3、4。で、分散すると一番いいのは5、6、4、5、6ぐらいの感じで、でもその中でもちろんウェイトが全部均等に常に5、6銘柄になる必要ないし、メインは3、4銘柄みたいな感じで、1軍、2軍みたいな感じ。ちょっとこれ話す続きがあって、ここから続きがあります。まあそれから僕はちょっと思考を変えて、別の3銘柄を今触り出してます。まあ、今タバさんからおっしゃっていただいたことを僕もちょっと気づいたというか、一旦これやんない、切り替えないとこのままずるずるいくなって思って、もう今実はサンリオと楽天銀行は触ってなくて、何の3銘柄を触ってるかっていうと、1個まずギフトホールディングス、これはラーメン屋でしょ。ラーメンです。町田商店とか、なんか二郎系の豚山とか、なんか他にもいろいろやってるんですけど、ラーメン屋の銘柄を触ってます、うん、でもう1個がプログリッド、あの英語コーチングのサービスですね、はいはい、ともう1個がゆとりです。ああ、はい、あのアパレルの、はい、この3銘柄を今触ってます、まあ、僕のこの3銘柄の共通点なんですけど、時価総額が500億以下でこう触ってます。なんで500億以下をわざわざあえて触ろうとするの？まあこれは僕の事情で3倍にしなきゃいけないっていう、はい、いけないっていうかお前の勝手に決めてたけどな僕の事情なんですけど少しでもそれに近づくために可能性のあるその手段として、まあ、時価総額がちっちゃい会社、その方は分母がちっちゃいから上がった時に大きく上がるだろうということですね。そうです、まあまあ、その中でも今後期待できる3銘柄を、僕の判断なんですけど、こうじゃあちなみにギフトホールディングスは何に例えば期待して、これ上がる理由何なの？この会社の結構下がってるよね、直近で4月からでこのめっちゃ下がってますよ。まあ、ラーメンはシンプルにこうインバウンド需要がこうあるんじゃないかなと思って、まあ、日本食といえばラーメンっていう、それは別に間違いではないんだが、そんなことみんな知ってるでしょ。月足で見るとこうじゃん。この株価上昇は基本的にそういうストーリーだったと思うんですよ。2ヶ月で3600円だったのが今2500円まで来てますよ。この理由何なの？ちゃんとつかめてない。すいません。そんなのに何インバウンドでラーメンが儲かるとかってストーリーで買おうとしてんの？インバウンドでラーメン屋で儲かると思って買った人たちが思ったほど儲かんねえなと思って売り出したのが2ヶ月前だよ。続きを話すと、うん、あるいは高い企業が僕の中でちょっといい企業だなっていう。だからそれは一般論で間違いじゃないんだけど、それはすでにもう織り込まれてるのよ、常識的に考えると。で一番大事なのは絶対値としての ROE じゃなくて、 ROE30% すごいけど、すでに過去の株価の中に ROE30% って評価は常識的には織り込まれて、もうすでに入ってて、入ってる値段で株価がついてると思うから、30の会社が35、40、45、50になってくるんだとことに、将来の変化度に対して株っていうのは、投資っていうのはやるもので、過去のその絶対額、絶対的な実績自体に対してやったと将来どうなるか分かんないから、それが上がるとは上がる理由にはなんないよ。すでに株価が高い理由の説明にはなっても。で、逆にそういう会社の方が下がり出した時にみんながっかりして、よく言うじゃん。その優等生だと思ってたやつが、必ず95点100点取ったやつが75点取っただけでみんながっかりするみたいな。そういうパターンにもなりがちですよ。でも買う前にこのチャート見たでしょ？で、これえらい下がってんなと思わない？いや、これは ROE が高いってことはこう、いい状態なはずなのに下がってるから、今後また上がるんじゃないかなみたいな。必ず損するってことは断言できないけど、買う理由のプレゼンとしては全く甘いと思う。だから ROE がいいってことは、別に一般の人はいい会社ってのはその通りだけど、 ROE が例えばさ 0% の会社とか 1% だった会社が 5% になるみたいなところにかけた方が、 30% だった会社が 28% になってみ、どっちがいいですか？どっちの会社買うべき？前者の方がいいですね。前者でしょ。だから、はい、1% とか 2% でクソみたいな会社だなと思われてたのが、ちょっと真面目に頑張りだして ROE5% になるような方が、30の会社が28になるより絶対株主的には、投資家的にはエントリーのタイミングで言ったらいいのよ。この後話す2社も同じ理由なんで、はい、あれもう2社なんでしたっけ？ゆとりとプログリッドなんですけど、プログリッドは 48% とかで、ゆとりが 50%。ROE がいいのがずっと維持できる会社にずっと長期で投資してたら、必ずもほぼ必ず儲かります。これはバフェット理論。ところが1年で3倍にしようみたいな短期トレーディングにおいて ROE 自体が高いか低いかはあんまり意味がない。その代わり ROE40% ってことは、本質的な株主価値が毎年 ROE 例えば 40% を継続できるとすればよ、株主の持ち分が毎年 40% 増えてるってことだから、必ず時価総額はそれだけ長期的には 40% ぐらい増えてるでしょうね。40% の年間 40% の複利でさ、10年とかいったらすごいことになるから、正直言うと短期投資においてその会社の ROE が高いなんてあんま意味ないよ。特に短期のトレーディングの場合、変化度にかけるんだったらまだわかるけど。だからさ、君が言ってることは1年で3倍にって目標と見てる指標がマッチしてないね。年間 40% の ROE だから、年間 40% 株主価値が本質的に増えていくとして、それを10年続けられたら10年で28倍になります。だから10年で持つんだったら、10年持つつもりの長期投資だったら ROE 気にするのは正しいんだけど、どうせ2、3日のトレーディングに対して ROE40% だからとかって、この銘柄上がるんですとか下がらないですよとか、全く分かってない。はって感じ。じゃあチャートを見るっていうのは、前ご紹介いただいたあれ的な感じですか？まあ典型はそうよね。典型はもう一回この場を借りてちょっとおさらいしたいです。まあ、例えば今偶然見かけたから言うけど、ゆとりでしょ、このチャート見てどう思います？上場してこれ半年ぐらいじゃん。買いだと思う？売りだと思う？買いだと思います。え、なんで？この1個前の下げが、まあ、を抵抗線として、まあ、今そこにちょうどこう差し掛かっているので、一旦買うんですけど、そこ終わったら損切りみたいな感じで決めれるかなっていう。これよーく見てみ、前の下げよりさ、もう下行ってね、もうこれだからここの抵抗線破られます。これこそ典型的に今売って逃げるべきとこだよ。で、典型的にこれダブルトップ、ここで天井、ここで天井、ダブルトップからの抵抗線ブレイクだから、この間しかもさ、ここ割れるとさ、次チャート的な節目さ、ここまでないから1200円ぐらい下がる可能性あるんですよ。ダブルトップでいうネックラインってここのことなんですよ。で、ここは割れたらやばい。だからここ逃げる、ここほら、ここで逃げなきゃダメ。だから俺からすると、これ反発を狙って買うんだったら、2000円ぐらいのところまではまた反発で上行く可能性あったと思うけど、2000円割ってさ、ここでさ、この緑の移動平均線を走ってるけど、窓開けて下落ちてるじゃん。ここら辺でもう俺からしたら逃げろーってしないし、株価も語ってるよ、これ。わかんない。これ全然ごめん。俺、ゆとりの中身は、まあ、うっすらで、アパレルの会社でね、あれで、ちょっと面白い社長がいてとか、会社として別に全然俺否定したわけじゃない。純粋なチャートの今話をしてます。これはチャートの形としては悪いよ。これ短期的に切り返すとは常識的には思えないな。わかんない。もう全てが何が起こるかわかんないよ。で、それで言うと、ギフトホールディングス、これいい感じに五分五分のチャートしてんな、これ。時間軸次第だけど、バーって上がってきて、ここで一旦天井をつけて、4000円からここを下がった理由をとにかく知りたいよね、まず。で、ここは決算だったのかとか、ここはいい感じにこの後もしかしたら反発すると思って買うか、まだもうちょい下がるから待てと思うか五分五分なんだけど、これがまだ俺はさっきのゆとりよりまだこれチャートだけで見たら、これぐらいだったらそろそろ買ってもいいかなと思うのは、ここにまずこのトップがあったじゃん、この過去のこことここが今一致してるでしょ。このトップと今下がってる、この2500円ラインぐらいが一致してんじゃん。だからここら辺で一旦反発する可能性はあるという気はする。で、しかも今これだんだんさ、下げの角度がさ、典型的にガーッと下げてきたら少し横向きになってるじゃん。だからそろそろちょっとだけ打診買いしてもいいかなって気もする。で、次、まあ、これも時間軸次第だが、中山さんこのチャート見て損切りのライン引くとしたらどこですか？これはね、僕だったらもう100円下がったとこだったんですけど、2000円は下げすぎですよね。今2530じゃないでしょ。はい。この下髭あるよね、ビョンっていって伸びて、ビョンって戻ってきた時じゃん。この下髭のこの値段だろうな、俺だったら。だから、もし短期トレーディングやるんだったら、2500円ぐらいだよ、俺なら。下髭のこの瞬間最大風速で叩いた、ここが一旦の底になってるとこじゃん。で、ここの底が破られない限り、反発モードで居続けるかもしれないけど、ここの底が割れたら、短期だったら俺もその瞬間に逃げるよ。ただ、ゆとりよりもチャートだけで見ていいかなと思ったのは、ここは次2500円ラインが突破されたとしても、でも多分さ、長期投資で行きたい人がいたとして、ギフトホールディングスね、3年5年ぐらいで行こうとする人に対して、今エントリー入って2500円で全部売れっていうのはめちゃくちゃあれだから、まあ損切る時も多分半分だけ売るとか3分の1ずつ売っていくとかいろんな、もちろんいきなりやべえと思ったから全軍退却っていうのもあり得るんだけど、こチャート的にはさ、次、チャートのよく節目って言うんだけど、次どこか分かりますよね、さすがに。損切りラインを何本か引くとしたら。常に損切りって別に1本じゃなくていいのよ。次はこれで言うと2000円ですね。そうだよね。ここ終わったらもう真空みたいな感じですか？そう。そういうことをさ、でもう超長期で考えると、超長期ってこれまだせいぜい5年ぐらいだけど、次2000円割れたらさ、こう1500円ぐらいのとこだよね。ここにさっきの昔のちょっと山があるじゃん。で、この下が1000円でしょ。1000円割れたら次500円ぐらいみたいな。こういう方向で考えてって、このギフトホールディングスに関しては、ビョンって上がって戻ってきたけど、このそもそもなんでこんなに急に上がったのか、戻ったのかっていうところは、これファンダメンタル的に分かった上で、で、確実じゃないかもしれないけど、一旦この例えば緑の移動平均線で言うと、中期で月で2393円。だから2500円で1本引く。で、2500円ぐらいで1本引く。打診買い的にちょっとずつ2500円ちょい上ぐらいで仕込めんだったら仕込んでもいいかもなーっていうゾーンではあるよね。チャート的には、ゆとりより、これいいチャート。まだ形は悪くない。ゆとりのはごめん、さっきチャートだけ見たら今すぐ逃げろっていう風に言ってる気がする。プログリッドね、僕も買ってます。あ、そうなんですか。ここの前プログリッドって決算出してその後あんな成長銘柄なのに配当するって言ったわけよ。僕もそれ飛びついたんですよね。え、それより前に買ってたんですか？いやいや、それより前に買ってた時もあったけど一旦売ったりしてた。またあれ見て岡田さんってやっぱすげえなと思ってるんですよ。プログリッドのチャートって特殊なんだよな。この時俺も触ってた時もあるけど、このちょっと前まで300円ぐらいだったところが一気にこんなバーッてやろうと思う。稲子タワー的な感じで、これ会社が悪いわけじゃないんだけど、一気にそう注目されて、ちょっとして線っぽい盛り上がり方をして、さすがにふざけすぎやってなって戻ってきたっていう感じよね。で、その後1000円近辺でうじゃうじゃしてて、で、1月に上がったのは、これは業績がいいっていうやつ。でこれこそなんか長期で見た時に上がってきそうな銘柄ですかね。じゃあ長期で見た時に何の材料で買うの？どういうストーリーなの？プログリッドを買うっていうのは。プログリッドは、まあ、シンプルに、ROE が高いっていうのと、これはちょっとこれまでの僕です。でもう一個言うと、まあ、コーチング事業なんで原価がそんなかかんないですよね。そう人件費ってかかるんじゃないの？まあ人件費ぐらいで。人件費ぐらいってお前経営なめてんだかみたいな。一番高いのが人件費だよ。人間日本だとクビにもできないし、でなんかオンラインとかでもできるので、そういう箱も必要ない。まあ、あるんですけど、校舎は、僕はこの3銘柄の中で一番実態、社長にも会ったことあるし、プログリッドを知ってるので言うと、事業自体はめっちゃいいと思う。悪い銘柄でもないんだけど、なんかね、なんだろうな、この会社ちょっと株価の動き方の癖強いんだよな。例えば短期のチャートだったらめっちゃ難しい感じね、これ。全然まだこの窓埋めで1100円ぐらいまでチャートだけで見たら下がる可能性あると思うよ。超短期で言うなら、ここで下ヒゲじゃん。今1200円でしょ。この下髭の多分ボトムが1120円ぐらいとかあるわけじゃん。だから1120円ぐらいのところに損切りラインを置いて買ってみてもいいかなというふうに見えなくもない。でここがボトムになって、実はこの後切り返していくっていう感じにちょっと切り返してるふうに見えるよね。チャートも大事なんだ。短期でやるんだったらめちゃくちゃ大事ですよ。何言ってんすかだから大事ですね。当たり前じゃんっていう。だから短期投資なのにチャート見ないで何見るのって感じなの。ある意味でそのデイトレして何か意味あんのっていうか、バカなのぐらいの感じなの。短期ってどれくらいの時間軸を指しますかね。いや、いい質問だな。今よりは伸ばしたいなって考えてるんで。でも3ヶ月未満は短期なんじゃないですか。要するになんで3ヶ月か、今って上場企業決算単位で出るけど、3ヶ月切ってたら、要するにほとんどの場合において、要は次の決算を材料にして買うわけじゃないってことでしょ。3ヶ月以上だと必ず決算またぎに結局なるから、もうすぐ出そうだなっていう決算に対して1ヶ月ぐらいで買うスイングが短期なのか、テクニカルなのかファンダなのかってちょっと五分五分な気もするが、そうなんじゃないですかね。普通に考えて。あとなんか俺若干さ、買ってる銘柄がちょっとチャラチャラしすぎてるなって感じ。時価総額が低くて、なんか安易にみんなが飛びつきそうな3銘柄あったら、一つは地味な、それこそ JT みたいな、誰もびっくりしないんだけど、確実にじわ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 上がっていくみたいな銘柄を1個でいいから持った方がいいと思うけどね。今が旬の銘柄にばっかりこうなんか飛びつきたいみたいな、非常に始めたばっかりの個人投資家にありがちなミーハーな感じあるね。全般的にそう、ちょっとチャラチャラしてんなって感じで。いや、悪くないよ。ただ、3銘柄せっかくやってんのに、全部をそのチャラチャラに固める必要はなくて。サンリオとかどうですかね、それで言うと。サンリオもちょっとチャラいですか。まあ、それはプログリッドやさ、ゆとりよりはチャラくないよ。だけどやっぱチャラめな気はする。若干。今まで聞いた中で一番チャラくないのは楽天銀行だな。でも楽天銀行なんかでも、例えば俺の好きなさ、イオ銀とかに比べたら全然チャラいよね。それチャラいから悪いとこじゃないんだけど、そのバランスよ。PBR1 倍割れ銘柄とかって田原さん触ってたりするんですか？イオ銀なんか典型じゃん。0.5 とかで今だったの。それを触ってるのは、その1倍割れっていうのもこう材料になってます。1倍割れに対して3年後ぐらいまでに、それこそ ROE 上げます、配当もします。で、とにかく1倍割れるまではもう投資も許されんかなっていう感じで、絶対本気で1倍はいかなきゃっていうふうに経営陣に決断に火がついてると思ってるから。で、自社株買いもするし、そういう意味では安心だよね。まあもちろん短期的にどんなことがあるかわかんないですけど、こういうチャートをもっと。いや、すごい。こういうチャートがあるのになんでわざわざさ、プログリッドとかさ、難しい株だよ。まあ、あとどっちかというとインフォリッチとかもそうなんだけど、難しいよ。付き合いにくい、もう今一番旬の美人みたいな感じ。口説きにくいわけ。もっとだからさ、よく俺が言ってるさ、地味な学級委員、図書委員銘柄みたいな感じで、そっちもいいんだよ。で、まずさ、そっちで自信つけてから、高値の花を口説きに行かないと、なんでなんか今までさ、株やってました、1ヶ月前まで株同ででしたみたいなやつがさ、そんな美人でさ、クラブで一番ツンってしてるようなさ、女の子にわざわざ声かけに行って玉砕みたいな感じなんですよね。行くこと自体はいいと思う。その息やよし。ただ、次々とそういう子にばっかり声かけて、結局手ぶらで寂しそうじゃんねって思うと、いや、もっと足元にいくらでもさ、地味だけどいい銘柄あんだろうがって思うわけよ。株、日本株だけで4000個もあんだよ。短期トレーディングで、プログリッドとかめっちゃ難しいわ。だけど、ハマった時にはさ、1週間でマジで2割とか全然余裕であり得るから、それを夢見るのはいいんだけど、もっと地味な銘柄でさ、確実に行ってもいいんじゃないですか。でここから逆にどうやってそういう学級委員と出会えばいいんだろう。学級委員紹介してほしいです。はい、やるよ。ここにあるんですか。卒アルみたいなもんや。なるほど。ここから地味な女の子もう全部見ろよ。これなんかどうやって見るんですか。それもさ、ただの地味なブスとさ、眼鏡を取ったら美人みたいな、図書委員みたいないろいろありますからね。もうこれはもうだから本当勉強っすよ。興味持って。前も言ったかもしれないけど、例えばさ、今火葬場が足りないわけでしょ。人が確実に増えるじゃない。高齢化だ、死人が増える。でも火葬場は新規に増やせない。だから火葬場の値段が、火葬料がどんどん上がってます。それで高裁堂ホールディングスとかね、なんかまあとにかくそこはさ、自分だからこそのなんか研究をしないと、なんかちょっと全体的にチャラいな。まあ若者の個人投資家にめっちゃありがちだけど、が自分の分かる範囲で買おうとするとそうなるんですよね。僕がまあそのベンチャーにいるので、なんかそういう思考になってるのかもしれないですね。だ製造業とかは全然分からなくて、そこは勉強なんじゃないですか。そうですね。鳥貴族とかジョイフルホンダとかも上場してるんだね。円高だったらなんか鳥貴族とかジョイフルホンダとかちょっと盛り上がりそうだけど。まあちょっとこんな感じで第2回のちょっと運用報告は第2回第3回か分かんないけど、まあ、とにかくその過去の ROE とかもうはるみ短期トレーニングでクソどうでもいいわ。いや、ROE は大事だよ。でもしつこいけど、ROE は大事だけど、短期でやるならクソどうでもいいしか、なんか、その自分のスタイルとどの指標を見てどんな風に判断するかってことをマッチングさせていかなきゃいけないよね。僕はすごい料理好きで家庭的な奥さんが良くて、料理上手の結婚相手を真面目に探してるのに、おっぱいのでかさ何センチ何カップですかって気にしてるみたいな、なんかそういうなんかさ、それとこれ関係なくねみたいな、なんかそこをすごい感じるんですよね。だから自分のスタイルと何を見て判断するべきかみたいなのを、その判断軸を揃えた方がいいですよね。ちょっと次回の運用報告までまたいろいろ変化ちょっとさせてきます。まあとにかくあとマジレスすると別に1年で3倍にしなきゃいけないとかってこと自体が何なんだってこともあるけどね。それがそもそも本当に正しいのかっていうことは俺はあると思いますよ。1年で3倍にしようと思ってる結果、実は1年後半分になってましたっていうのと、1年で3割でいいわと思ってた、堅実にやってたけど、実は1年後 1.5 倍になってましたっていうのがあり得るわけじゃん。それどっちが結局いいのみたいな。明らかに後者だよね。だから別にじゃあ目標なんか掲げたところでどうせそれ自分の都合でしかないんだから、そこのことにどれぐらい本当に意味があるのか、それよりも確実にコツ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 利益を積み上げていった方がいいんじゃないのっていう気もしますし。とはいえ、まあ、これ企画というか、まあ YouTube を通してこうやらせていただいてて、やっぱ僕が3倍を目指さなくなったらやっぱ視聴者の方がっかりされるのかなとか思うんですけど。そうかな。奇跡をみんな望んでると思うんですよね。なるほどね。奇跡っていうか損するのを見たいんだよ。なんか大事故に遭うの見たいんで、だからハイリスクを取れ。もっとさ、そうだとしたらもっとチャラチャラした銘柄いこうか。チャラチャラの割にさ、中途半端なんだよな。なんか ROE とか見ちゃってさ。チャラチャラ銘柄ちょっと1個伝授お願いします。売れるネット広告社とかさ、俺が知ってるの。はいはいはい。なんかツイッターの、買ってよ。あそこも上場されてるんですね。してます。これ典型的にイナゴタワーからの今大崩壊中みたいな感じじゃん。はい、そういうところでね。投資家の道は本当に、まあ、まだまだ始まったばっかりなんで、この後どんどんお金が減っていくとこ見たいですね。まだプラス圏だろ、ギリギリ。行ってこいで、でもほぼトントンまで来たけど、80万ぐらい以下になると結構悲壮感出てくるだろうな。いや、もう絶対100万切らせないです、僕は。絶対はないんだ。それをもし守るんだったら、今すぐ全部売って、ずっとあと寝てなさい。だってそうじゃなかったら絶対無理じゃない？いや、ここから僕はもう3倍に向けて。いや、だからそれはあなたの都合であって、別にあなたは、東証はあなたがお金を3倍にするために存在するわけじゃないんです。周りであなたが買う時に言ってくれる人もそういうためにいるわけじゃないんです。だからそんなことはどうでもいいんです。世の中みたいなクソどうでもいいことなんです。それてめえの都合だから。世の中はあなた中心で回ってるわけじゃないんです。中でっていうことだから、もっともっと勉強しないといけないんですか。とりあえず全部見る。あここから図書委員を探して、楽して儲けようなんて思ってんだったらね、全然、はい、投資の方がむしろ大変だよ。普通に働いた方が確実だよ。だって思ったけどさ、1年でさ100万円を300円で200万増えればいいんだよ。マグロ漁船でも何でも乗ってこいよ。そっちの方がよっぽど確実だって気がしてきた。こんな勉強とかして動画とか撮ってきまわんだったら、なんかそういうところの工事現場とか山奥の行って、なんか一生懸命働いたら、いや1年で200万ぐらい、なんか別になんとかな、副業でなんか背取りやるとかさ、その方がいいんじゃないですか。いや本当になんか全然不労所得じゃないなってやっぱ思いますね。でしょ？投資って、はい。あいつちょっとビギナーズラックで調子に乗らなかったと思ったコメント欄の皆さんが、またコメント欄が盛り上がるからね。はい。まあ、中山さんみたいにね、必ず投資を楽して儲かることもないんで、損することもあるんで、そういう時に支えるのは自分のサラリーマンとしての入金力ということで、タバダイオ EX、ぜひ皆さん LINE か友達になって、入金力アップのために皆さんお待ちしてます。